が寝苦しい夜、うん、目が覚めると顔に虫が乗っていました、うん、さてその虫は次の1から4のうちどの虫でしたか。1から 4, 1から4です。4回も虫が想像してないじゃん、うん、いやしたくね。1、うん、アリ、2、テントウムシ、3、チョウチョ、4、気づいた時にはどっかに行っちゃってた。寒気がした、寒気がした。急にビクッとしないで。そのシーンならすごいなんかこうブルッとしちゃった。なんで4番なんだっけ。4番は気づいた時にはどっかに行っちゃってた。なるほど、うん、俺もじゃあチョウチョがいいな。あ、チョウチョだったら怖くない。うん、いやいざ乗ってたら多分めっちゃ怖いから。いやチョウチョは平気だよ。じゃあ有岡君はチョウチョね。そう有岡チョウチョで。俺は高木はですね2のテントウムシ。ああ、まあテントウムシもね、うん、怖くないね。怖くないね。じゃあ、はい、結果発表いきます。この心理テストではあなたがどうしても好きになれないこれだけは勘弁という異性のタイプが分かります。はあはあはあ、どれどれ。1のアリを選んだ方はですね、うん、神経質で細かすぎる人、うん、2のテントウムシを選んだ僕高木ですね、うん、が選んだのはマイナス思考すぎる人、3チョウチョを選んだ方は俺だ有岡だ、部屋や身の回りが散らかってる人。ああなるほど。4の気づいた時にはどっかに行っちゃってたを選んだ方はですね、うん、八方美人で調子のいい人。どうでしたか高木。僕はですね、マイナス思考すぎる人超嫌いだね。超嫌いっていうのはあれだけど超嫌い。会話してて、うん、もう自分があんまりこうネガティブにならないっていうか、うんうん、そうなんないからこそ、うんうん、よくわからない扱い方がわからなくなっちゃう。なるほどね。そう、助言ができない。そう、もういいじゃん、なんでも、うんうん、よくないのって言われるじゃん、うん、何もわかってないって言われるでしょ。そうそうそう、そういうのがねちょっとあんまり好きじゃないっていうか好まない。そうだね、うん、もう俺も多分そうだな。で、あれ俺が選んだのは部屋や身の回りが散らかってる人。いやこれは嫌だよね、やっぱり。まあね、うーん、まあね、部屋はまだね。いやダメでしょ。部屋はね、綺麗にしててほしいでしょ。うん、そうだな、綺麗の方がいいな、やっぱり。身の回り、確かに身の回りがどういうこと。身の回りはね、バッグとか、だからもうバッグの中とか洋服に穴開いてないとかそういう感じじゃないの。そういうこと。違うのかな。なんだろう、爪とかもちゃんとケアというか最低限。なんか俺爪、ね、すごい伸びっぱなしの人はちょっと嫌。ああ嫌だね、うん、あんまいないんじゃない。いるのかな、知らないだけかな、うん、ということ。身の回りが違ってる人、うん、仕事場のデスクとかさ、あ、目いっちゃうよね。確かに、例えば勉強机とか、うん、例えば学校で言ったら、あ、机の引き出し、机の引き出し、うん、中とか散らかってる人いたよね。いた今そういう機会がないだけだ。いたよいたわ。なんか変な髪の切れ端とかいっぱい入ってる。なんだか寝苦しい夜、うん、目が覚めると顔に虫が乗っていました、うん、さてその虫は次の1から4のうちどの虫でしたか。1から4です。4回も虫が想像してないじゃん、うん、いやしたくねー。1、うん、アリ、2、テントウムシ、3、チョウチョ、4、気づいた時にはどっかに行っちゃってた。寒気がした、寒気がした。急にビクッとしないで。そのシーンならすごいなんかこうブルッとしちゃった。なんで4番なんだっけ。4番は気づいた時にはどっかに行っちゃってた。なるほど、俺もじゃあチョウチョがいいな。あ、チョウチョだったら怖くない。いや、いざ乗ってたら多分めっちゃ怖いから。いや、チョウチョは平気だよ。じゃあ有岡君はチョウチョね。そう、有岡チョウチョで。俺は高木はですね2のテントウムシ。ああ、まあテントウムシもね、怖くないね。怖くないね。じゃあ結果発表いきます。この心理テストではあなたがどうしても好きになれないこれだけは勘弁という異性のタイプが分かります。はあはあはあ、どれどれ。1のアリを選んだ方はですね、うん、神経質で細かすぎる人、うん、2のテントウムシを選んだ僕高木ですね、うん、が選んだのはマイナス思考すぎる人、3チョウチョを選んだ方は俺だ有岡だ、部屋や身の回りが散らかってる人。ああなるほど。4の気づいた時にはどっかに行っちゃってたを選んだ方はですね、うん、八方美人で調子のいい人。うーん、
どうでしたか高木？僕はですね、マイナス思考すぎる人超嫌いだね。超嫌いっていうのはあれだけど超嫌いあの会話してて、うん、もう自分があんまりこうネガティブにならないっていうか、うんうん、そうなんないからこそ、うんうん、よくわからない、扱い方がわからなくなっちゃう。なるほどね。そう、助言ができない。そう、もういいじゃん、なんでも、うんうん、よくないのって言われるじゃん、うん、何も分かってないって言われるでしょ。そうそうそう、そういうのがね、ちょっとあんまり好きじゃないっていうか好まない。そうだね、うん、もう俺も多分そうだな。で、あれ、俺が選んだのは部屋や身の回りが散らかってる人。いや、これは嫌だよね、やっぱり。まあね、うーん、まあね、部屋はまだね。いや、ダメでしょ部屋はね、綺麗にしててほしいでしょ。うん、そうだな、綺麗の方がいいな、やっぱり、うん、身の回り、あ、確かに身の回りがどういうこと？身の回りはね、バッグとか、え、だからもうバッグの中とか洋服に穴開いてないとか、そういう感じじゃないのそういうこと違うのかな。あの、なんだろう、そうだね、すごい伸びっぱなしの人はちょっと嫌。あー、嫌だね、うん、あんまいないんじゃない？いるのかな、知らないだけかな、うん、ということ、身の回りが散らかってる人。うん、仕事場のデスクとかさ、あ、目いっちゃうよね、確かに。例えば勉強机とか、うん、例えば学校で言ったら、あ、なんか机の引き出し、うん、中とか散らかってる人いたよね。いた今そういう機会がないだけだ。いたよ。いたわ。なんか変な髪の切れ端とか、いっぱい入ってると、なんだか寝苦しい夜、うん、目が覚めると顔に虫が乗っていました、うん、さて、その虫は次の1から4のうちどの虫でしたか。1から4です。4回も虫が想像してないじゃん、うん、いや、したくね。1、アリ、2、テントウムシ、3、チョウチョ、4、気づいた時にはどっかに行っちゃってた。サブキガシ、サブキガシ、急にビクッとしないでそのシーンならすごいなんかこうブルッとしちゃった。でも4番なんだっけ。4番は気づいた時にはどっかに行っちゃってた。なるほど、俺もじゃあ蝶々がいいな。あ、蝶々だったら怖くない、うん、いや、いざ乗ってたら多分めっちゃ怖いから、ね、いや、蝶々は平気だよじゃあ有岡君は蝶々で。そう、有岡蝶々で。俺は、高木はですね、2のテントウムシ。あ、まあテントウムシもね、う、うん、怖くないね、あんまり怖くないね。じゃあ、はい、結果発表いきます。この心理テストではあなたがどうしても好きになれない、これだけは勘弁という異性のタイプが分かります。はあ、はあ、はあ、どれどれ。1のアリを選んだ方はですね、うん、神経質で細かすぎる人、うん、2のテントウムシを選んだ僕高木ですね、うん、が選んだのはマイナス思考すぎる人、3チョウチョを選んだ方は俺だ、アリオコだ。部屋や身の回りが散らかってる人。ああ、なるほど。4の気づいた時にはどっかに行っちゃってたを選んだ方はですね、うん、八方美人で調子のいい人。どうでしたか高木？僕はですね、マイナス思考すぎる人、超嫌いだね。超嫌いっていうのはあれだけど超嫌い、嫌いあの会話してて、うん、もう自分があんまりこうネガティブにならないっていうか、うんうん、そうなんないからこそ、うんうん、よくわからない、扱い方がわからなくなっちゃう。なるほどね。そう、助言ができない。そう、もういいじゃん、なんでも、うんうん、よくないのって言われるじゃん、うん、何も分かってないって言われるでしょ。そうそうそう、そういうのがね、ちょっとあんまり好きじゃないっていうか好まない。そうだね、うん、俺も多分そうだな。で、俺が選んだのは部屋や身の回りが散らかってる人。いや、これは嫌だよね、やっぱり。まあね、うーん、まあね、部屋はまだね。いや、ダメでしょ部屋はね、綺麗にしててほしいでしょ。うん、そうだな、綺麗。部屋や身の回りが散らかってる人。ああ、なるほど。4の気づいた時にはどっかに行っちゃってたを選んだ方はですね、うん、八方美人で調子のいい人。どうでしたか高木？僕はですね、マイナス思考すぎる人、超嫌いだね。超嫌いっていうのはあれだけど超嫌い、嫌いあの会話してて、うん、もう自分があんまりこうネガティブにならないっていうか、うんうん、そうなんないからこそ、うんうん、よくわからない、扱い方がわからなくなっちゃう。なるほどね。そう、助言ができない。そう、もういいじゃん、なんでも、うんうん、よくないのって言われるじゃん、うん、何も分かってないって言われるでしょ。そうそうそう、そういうのがね、ちょっとあんまり好きじゃないっていうか好まない。そうだね、うん、俺も多分そうだな。で、俺が選んだのは部屋や身の回りが散らかってる人。いや、これは嫌だよね、やっぱり。まあね、うーん、まあね、部屋はまだね。いや、ダメでしょ
部屋はね綺麗にしててほしいでしょ。うん、そうだな、綺麗の方がいいなやっぱ、うん、身の回り、あ、確かに身の回りが、身の回りはね、バッグとかって、だからもうバッグの中とか洋服に穴開いてないとかそういう感じじゃないの？そういうこと？違うのかな、あの、なんだろう、爪とかもちゃんとケアというか最低限、なんか俺爪、ね、すごい伸びっぱなしの人はちょっと嫌だ。ああ、嫌だね、うん、あんまいないんじゃない、いるのかな、知らないだけかな、うん、ということ身の回りが散らかってる人、うん、仕事場のデスクとかさ、あ、目いっちゃうよね、確かに、例えば勉強机とか、うん、例えば学校で言ったら、あ、机の引き出し、机の引き出し、うん、中とか散らかってる人いたよね、いたいたいた、今そういう機会がないだけだ、いたよ、いたわ、なんか変な髪の切れ端とか、はい、いっぱい入ってると、なんだか寝苦しい夜、うん、目が覚めると顔に虫が乗っていました、うん、さてその虫は次の1から4のうちどの虫でしたか。1から 4, 1から4です。4回も虫が想像してないじゃん、うん、いやしたくねー。1、アリ、2、テントウムシ、3、チョウチョ、4、気づいた時にはどっかに行っちゃってた。サブキガシ、急にビクッとしないで。そのシーンならすごいなんかこうブルッとしちゃった。だって4番なんだっけ。4番は気づいた時にはどっかに行っちゃってた。なるほど、俺もじゃあ蝶々がいいな。あ、蝶々だったら怖くない、うん、いや、いざ乗ってたら多分めっちゃ怖いから、ね、いや蝶々は平気だよ。じゃあ有岡君は蝶々で、そう有岡蝶々で、俺は高木はですね2のテントウムシ。あ、まあテントウムシもね、うん、怖くないね、怖くないね。じゃあ結果発表いきます、はい、この心理テストではあなたがどうしても好きになれないこれだけは勘弁という異性のタイプが分かります。はあはあはあ、どれどれ、1のアリを選んだ方はですね